磁気短極子、磁気直極子、磁気モノポールとは単一の字二のみを持つもののことである。2015年現在に至るまで素粒子としては発見されておらず、現在では宇宙のインフレーションの名残として生み出れたと仮定されるものの一つである。現在でも磁気単極子の素粒子を観測する試みがスーパーカミオカンデなどで続けられている。磁石には N 極。 S, S 極の二つの磁極が必ず存在し、この組み合わせを磁気層極子という。N 極のみ、及び S 極のみを持つ磁石、磁気単極子、モノポールは2015年現在まで観測されていない。例えば両端がそれぞれ N 極と S 極になっている。棒磁石があったとして、これを真ん中で二つに折ったとしても、同じく両端がそれぞれ N 極と S 極になっている。 棒磁石が二つできるだけのことであり、N 極と S 極のみを単純に取り出すことはできない。電磁石を考えれば、このことは容易に理解できる。電磁石は電流を流したコイルであり、これを二つに分割しても、巻き数が半分になった電磁石が二つ生まれるだけである。永久磁石についても、それを構成する物質の原子が電磁石と同じ働きをしているものであり、 原理としては同じである。マックスウェルの方程式により代表される古典電磁気学はこの前提のもとに構成されている。その一方で、電気については、プラスとマイナスの二つが存在し、これらは単独で取り出すことが可能である。これは、電気の根元がプラスのようことマイナスの電子に由来しているからである。そして、古典電磁気学は、電気と磁気の関係について対象であり、 この関係を逆にすることが可能である。普通はコイルを流れる電気によって磁力を発生する。言い換えれば、円周上を周回する電子の運動によって磁界が生じる。これを磁気単極子が円周上を周回することによって電界が生じるというモデルに置き換えることができるのである。つまり、マックスウェルの方程式は磁気単極子の存在を許すように容易に改変できる。 さらに1931年にディラックは、量子力学でも、磁気単極子を考えることが可能であり、しかも、それが可能になるための条件から、地味の最小単位が定まることを示して、磁気単極子が一躍注目を浴びた。予想される大統一理論においては、クオークとレプトンは本来同じ粒子の異なった状態であり、インフレーションの際の相転位によって分化したとされ、 相互に変換可能であるとされる。用紙内のクオークがレプトンに変化するとバリオン数を保持できなくなり用紙崩壊が発生する。しかし、用紙の予想寿命が極めて長いことからもわかるように、クオーからレプトンへの変化は極めて低い確率でしか発生しない。だがモノポールはインフレーション以前のクオークとレプトンが分化する前の空間の位相欠陥であり、 その中心部付近においては、クオークとレプトンは分化することができず、分化前の粒子に戻ってしまい、そこから通常空間に復帰した粒子はクオークにもレプトンにも変化する可能性がある。そのため、陽子や中性子のクオークがモノポールの磁力で引き付けられ、中心部付近を通過してレプトンに変化すると陽子崩壊が発生する。モノポール自身は、 外部からのクオークを変換しただけで普遍であるので、これを触媒に見立てることができる。これらの作用を予想した人物の名を取って、ルバコフ効果と呼ぶ場合もある。スーパーカミオカンデでは、大統一理論の証明の一環として、モノポールの探索をしている。ディラックによれば、マクスウェルの方程式は、直単極子の存在によりつきのようになる。あるいは電磁ポテンシャルを使えば、 次のようになる。磁気単極子は、陽子のフォーミュラ11倍程度の質量を持ち、磁気単極子の磁化フォーミュラ12は、磁式で表される。ここで、フォーミュラ13は、プランク定数、フォーミュラ14は、素電化、フォーミュラ15は、任意の整数である。またこの関係式を、ディラックの量子化と呼ぶ。この時直フォーミュラ12が電磁場から受ける。 力フォーミュラ17は、と書ける。SF に、磁気単極子を磁場の中に封じ込め振動させることによって、燃料物質の陽子崩壊を誘発して、エネルギー源として利用する、というアイデアがある。重力理論の専門家ロバート・エル・フォワードが、竜の卵において、磁気単極子と原子核が結合した、高密度の物質、モノポリウムを登場させ、 その重力場で中性子星の超積力から人間を守るとい、アイデアを詳細に描写している。山本博史の小説、サイバーナイトでは、これとほぼ同じ原理であるとした、動力源としたモノポール反応炉が、作中のテクノロジーを支えるエネルギー源とされている。さらに、ジャンプドライブ、ワープに必要な存在、という設定も、動作中にはある。他に、アニメ、 宇宙戦艦ヤマトシリーズの OVA ヤマト2520では動力源としてモノポールエンジンが 5PB とニトロプラス製作の科学アドベンチャーゲームロボティクスノーツではモノポールという名前の物体が空から落ちてくる特撮テレビ番組ウルトラマンガイアでは体内に磁気単極超えの曲を持つ超巨大短極子生物も起案が 地球内部のマントル流動を誘発させようとした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。